浮気ってどっから側だけだと思いますか？むずくね、それ。難しいですか？浮気、浮気じゃない。気持ちの問題よな。夢は的にはなんでそんなニヤニヤしてるのめっちゃニヤニヤしてるじゃん。人それぞれで面白いじゃないですか、うん、確かに。内緒にしたらそうなんですよ、今はそう思ってるんですよ隠したらだと思ってるんですよ、うん、だってやましい君隠すんやんな。そうなんですよ、それなんですよ、それなんですね。いいんですよ、何しても、うん、隠しとったらそれは浮気やぞと、はい、で言って出かけたら別にいいと、はい、大丈夫です。隠さずにチューしましたって言われる。え、どういうこと？言ってくれればいいだけど、うん、それがなんか どっかの情報から入るじゃないですか、うんうん、そしたらもうダメもうそれは浮気です。そうですね、だけど別に自分でチューしたチューしちゃったチューしちゃったんだよね。あ、そう。え、謎なんやけど、それはいいん本当にどうぞって言うんだと。浮気ではないんですけど、うん、まあこれからの付き合いはそういうことやでって、はい、え、それも浮気やん。いや、浮気じゃん。だから別に浮気で別れたとも言わないしじゃあこっちが冷めたっていう。あ、そういうことね、はい、冷めますよはあるけどねみたいなそう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 、浮気か浮気じゃないかじゃなくって冷めますよその後のことはこっちで決めさせて